グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、ベルギー一部のシントトロイ VV、STVV に所属する FW、木ユーマに、イタリアのボローニャが獲得への心を示しているのかもしれない。ボローニャ、元神、レスト、デルカルリーノが報じたと、って複数メディアが伝えている。今シーズンのアン・タケヒロはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中、ボローニャは来季に向けた、激甚の補強として、上海海溝、中国のオースト、亜代表 FW、マルコ・アルナウトビッチの獲得を見ていることが、これまで、盛んに報じられて、た。だが依然として、獲得決定に至らず、プラン B、取ることも検討し始めているという、アルナ・トビッチに代わる、新戦力として、鈴木も候補、一人になると言及されている。昨季ベルギー1、リーグで17得点を挙げる活躍を見せ、トルコのゴー・フェネルバフチェなどからの関心も噂さ、ていた、鈴木だが、現時点で、移籍の動きは具体、していない。鈴木以外の候補としては、昨季ベギーのセルクル・ブルージュに、レンタルさ、で、鈴木と1点差の16得点を挙げた、チェルシーのイングランド人 FW 池ウグボ、スイスリーグで18点を挙げた、バーゼルのブラジル人 FW アルトウ・ルカ・ブラウも挙げられている。現在、ボロー・ヤに所属する日本代表 DF、冨安健洋も2年前に STVV 下移籍し、セリエ A で2年間プレーして評価を高め、鈴木も同じルートをたどる可能性があるのだ。うっか。りょう。